人生の幸福や充実を意味するウェルビーイング、うん、その実現のため、福岡市が民間企業の先頭に立ち、2つの施策を打ち出しましまた。福岡市として2つ実行していこうと思います、1つが、えー、勤務間インターバル宣言、そしてもう1つが、男性育休の100%宣言ということになります。 福岡市は職員の健康と生産性向上のため就業と始業のインターバルを現在の原則9時間から11時間にして十分な休息時間を確保するということですこの勤務間インターバル宣言は福岡市が全国の自治体として初めて表明しましたまた昨年度は34.7%だった男性職員の育児休業の取得を促進し 取得率100%を目指しますこれらの取り組みは働き方改革のコンサルティング会社ワークライフバランスのアドバイスを受けて進めるもので福岡市は民間企業にこうした取り組みを広げるため自分たちから活動を進めようと宣言をしましたこの取り組みは時間外が多いことが問題となっている教員も対象で実現には課題も多くありそうです 高島市長は無駄な業務は省き管理職の意識改革も必要となるとしています。